M4 トラクターはアメリカ合衆国で開発された砲兵トラクターである。陸上自衛隊では18トン牽引車、M4 の正式名称で運用した。M4 トラクターはアメリカ軍において合計6インチ以上の重砲を牽引して気候部隊に追随することが可能な高速牽引車として G150 の名称で開発が進められた。当初は T9 の名称で M2 軽戦車の車台とサスペンションをもとに開発されたが、後に M3 軽戦車のものに準じた形式に変更され、TQE1 に解消されている。TQE1 は1942年に18トン HSPM4 の名称で正式化され、農業用トラクターの製造元として、有名なアリス・チャーマーズ社が生産を担当し、 1943年から1945年にかけて生産された。1943年より部隊配備され、第二次世界大戦の後には朝鮮戦争でも用いられたが、アメリカ軍においては第二次大戦後に重砲の自走化を進めており、封剣員者としては戦後は早期に前線部隊から引き上げられている。大戦後は重砲剣員車の他に M40、 M43 自走砲の追犯車両として用いられた他、ホーク地対空ミサイルの開発に際して支援車両として用いられている。1960年にはアメリカ軍での運用が終了したが、日本やオーストラリア、パキスタンなど、アメリカの同盟国をはじめとした諸国に供与、売却され、これらの国では長らく運用された。多数の車両が民間に払い下げられて、 重量物牽引用のトラクターとして使用されており、それらの中には1980年代を過ぎても使われていたものもある。珍しいものとしては、オランダの空港においてタンク車を牽引する方式の消防車に改造されたという例があった。M4 トラクターは、主に M1、M2203mm 榴弾砲、M1、M2155mm カノン砲及び M、M1、 M1A1M に9 0トル降車砲を牽引するために用いられ砲を牽引すると同時に操作人員、弾薬も運搬する。火砲の牽引用に牽引具を装備し、牽引力は最大17.4トンであった。このほか、車体後面にはウィンチを装備している。装甲後半ではないものの後半製の屋根を持つ半密閉式キャビン方式の車両で、キャビン際全部は 操縦席と二人掛けの座席があり、中央部には四人掛けの座席が前後対抗式に2列備えられていた。キャビンの上部には M49 シーリングマウント式機銃下に M22.7mm 重機関銃を装備しているが、基本的には非戦闘車両であり、下記は自衛のための装備である。なお、M4 の車体後部の弾薬搭載部は1 5 5トル。 203mm 野放用と 90mm 高射砲用に、それぞれ異なるものが用意されており、任務に応じて交換することが可能となっていた。野放用の弾薬コンパートメントには取り外し式の、型持ち式、ホイストクレーンが備えられている。高射砲用のクラス差には、最大54発、野放用のクラス部では、それぞれ 155mm 及び8インチで30発の、 弾頭と創薬を搭載可能であった。この他、1 2 7ト、mm、ル重機関銃の弾薬500発を搭載した。日本の陸上自衛隊では1 5 5ートカノン砲、M2、2 0 3ト、mm、ル榴弾砲、M2 及び9 0ト、mm、ル降車砲、M1 の牽引用として、それらの方を装備する特化及び、降車特化部隊に18トン牽引車、M4 として配備された。 1953年に13トン牽引車 M5 と合わせて17両が供与され、以後順次供与、配備が進められている。1960年代後半には老朽化が進み、予備部品が不足したために、順次25トン牽引車 M8 に置き換えられ、1970年代に入ると、後継の73式牽引車の配備に伴い全車が退役した。 陸上自衛隊において、18トン牽引車、M4 として使用されたのは、M4 のみ。ありがとうございます。